島村み17歳はなぜ猿を逃がしたか。猿を逃がしました。帰ってもいいですか。あなたを救いたいの。もうやめようよ。確かに彼女は猿を逃がした。でも記者に刃物なんか向けてない。一度ついたイメージはもう消せないよ。そんな人生がこう交差する瞬間、伏線が回収されていく感じ、もうってなるじゃない。本当にそれが大切なの。真実なんてね、どうせねじ曲げられて伝わるから。あ、助けて。はい、今回の高橋宏樹のシネマ館配信も素晴らしい映画監督とお話しさせていただきます。まずは自己紹介の方お願いします。はい、彼女はなぜ猿を逃がしたかを監督した高橋泉です。よろしくお願いします。前回につきましてよろしくお願いします。はい、お願いします。前回は雨降ってジエンドということで、はい、いろいろお話しさせていただきまして、はい、ネタに触れないで話しようと思うのがすごく大変でしたが、はい、実は今回のこの作品もすごくあの紹介するのに難しい難しい、ね、前半だけの振りで皆さんがあの興味を持っていただくとありがたいんですけど、はい、もう そこはもうなんかごく一部なんでね、なんかあれですけど、はい、では監督言える範囲であらすじの方にします。はい、はいはい、まああのあらすじというか、その、はい、あれですかね、あの、あらすじか、あの、ね、猿を逃がした、女子高生を、はい、あの、記者がこう、取材していくんですけど、はい、ちょっとその、女子高生のこう、うん、対応に、その沼にどんどんはまっていってしまうっていう、はい、お話で、そこから一体どうなるのか、うん、彼女を、なぜ猿を逃がしたかっていう理由は明かされるのかっていう映画です、うんうん、はい、まずこれはまず題名にまず引っ張られる引っ張られるね、はい、で、あ、だからもう題名だけを単純に解釈していくと、彼女がなぜ本当に猿を逃がしたかっていう理由を、うん、そうですね、いろんな意味で追求していく、はい、作品だなっていうのがまずいっぱいあるんですけども、はいはい、でもこれはまたところがどっこいですよね。はい、なんか、まあ、ちょっと難解言うたら難解なんですけど、うん、まあ、いろいろこう分かっていった。だからどうですか、なんか不思議やなっていうことがずっと、難解っていうよりもこう、うん、なんか不思議やなっていうのがずっと続きますよね、うん、見ていてね、うん。そうですね。うん。だから、これは何なんやろうかって、我々ちょっと、考えながら、うん、雨降ってる時はちょっとそんなに考えなくても、うん、画面でこう釣られていったらいいか、うん、今回は一つ、セリフにしても状況にしても、各今度また登場人物の行動もなんか不思議っていうか、うん、それで我1時間ぐらい淡々といきますね。そうですね、うんうん、でそれをなんか理解しようと思うねんけど、その理解をなんか話されるように、うん、なんかその登場人物のこの絡み方もなんかちょっと分からなくなってきて、うんうん、もうパズルがぐちゃぐちゃにそうですねされたんですが、はい、今回は、まあ、うんうん、前はラブコメでした。これもサスペンス、うん、まあ、一応売り方としてはそうなってますけど、うん、なんかまあ、うん、あの本当にヒューマンドラマではあるんですよね。ただその前半、うん、そのリモートで取材していってどんどんちょっと記者がちょっとおかしくなっていってしまって、その、まあ、妄想が入り混じったり過去が入り混じったりとかっていうところ
で、うん、うん、そうですね。まあでも本当にその先からなんですよね、あの、うん、やりたいことというのは。まあだから、本当、これまあ実際に、あの、猿を、高校生が逃がしたっていう事件が、あの、はい、あって、はい、で、それを元にこう、ちょっと何か考えてみようかと思って、はいはい、で、その、ちょうどコロナ禍だったんで、あの、リモートだったら、はい、あの、まあ本当その時、あの、映画業界も規制厳しかったんで、はい、あの、なかなかやっぱ、まあ世間的にもね、集まって撮影するとかって難しいかなと思って、はいはい、リモートだったらいけんのかなと思って。なるほど。最初、本当にただリモートで、あの、はい、ずっと会話してるだけの映画を作ろうと思って、うん、はいはい、あの、作ってたんですけど、はい、だんだんやっぱり映画を、この映画を撮る意味みたいなものを、ちょっとやっぱ考えていったときに、うん、どうしてもその自分の中で、なんていうんですかね、その、ただその理由を知りたいっていうその野次馬根性を、うん、なんていうんですかね、それは誰でも持ってる野次馬根性、今、はいはい、あの誰かがちょっと不祥事を起こしたら全く関係ないのに、はいはい、そこにまあ飛び入り参加して一緒になってっていう、うん、そこのもうもちろん僕も持ってるその野次馬根性をなんかこう炙り出してみたいなみたいな感じに思ったんですけど、うん、そこからまた一転して、そのなんていうんですかね、もうでもこういう世界なんだって、こういう世界の中で自分っていうものをどうやってこう保つというか、あの本当にあの、まあ、僕も息子がいるんで、はい、なんかこう何かにこう振り回されずにこう、うん、自分の景色をこう生きてほしいなみたいなところにこう、うん、なんかこうなって、だから雨降ってってよりも難解ではあるんで、はい、もちろん最初の1時間、うん、もしかしたらね、あのハマらない人はなかなか、うん、大変な1時間を過ごすことになるとは思うんですけど、うん、メッセージとしてはすごくあの、まあ、こっちの方が作ったのもちょっとあの2年ぐらい前なんで、はい、こっちの方がちょっと今僕の中ではテーマ的にはあのストレートに結構持っているんですけど、うんうん、なるほどね、あの、うん、やっぱりこれね、あの雨降ってジエンドとこう、まあ兄弟とか姉妹版みたいな感じを受けたんですけど、あの、うん、雨降っては写真だって、でこっちは、ね、うん、動画っていう部分にあるし、うん、でこれも今風でこう SNS の拡散だったりとか誹謗中傷のことも、うん、まあ、取り上げててっていう、うん、ね、監督その辺の問題を割り入れはるんで、うん、そこも入ってて、でもまあそこが中心になるかって言ったらまた違うかったりもしたり、うん、するんですけどもね、うん、だからまあ、あの1時間が辛いっていうよりもこう、あの不思議さが全部こう溜まっていくんですね。それに関して全然答えをくれないからこう1時間こう膨れ上がっていってあの、ね、一個一個何も答えをくれなく監督からのあれが全然答えをくれなくて、うん、もうと不思議ばっかりが詰まっていって、うん、でも結局それを覚えとかないと、うん、これ後半戦が全然楽しめないっていうか、あの、やっぱり後半戦のためのこの前半っていうのは、うん、そこは、あの、なんか、もう理解は後半でできるんで、うん、前半はやっぱり追っかけるしかないですよね。追っかけて全部。そうですね、うん、で、それを記憶しといてくださいっていう感じですよね。うん。うん、だから、割合、セリフにこう伏線があったんかなっていうのも、うん、ちょっとところどころありますね。うん。なんかね。そうですね。うん。だからもう私はもう前半でもだからもうこの登場人物たちの不思議な世界にもう自分ももう入り込みましたもん。うん、これ、うん、あの俺もあなんか今不思議やなっていう状況でおろうと思いながら拝見させていただきました。もうだからあの自分的にはねこれこういう展開好きなんですよ。うん、であちゃんとこの記者っていう職業のなんか英語さんもなんか描いてますよね。そうですね。このね、うん、この裏事情というか、うん、それも割合あの描かれてたんで、それも、うん、あの面白かったですね。でもなんか記者ってあのもちろんあの人物として記者って出てきますけど、はい、まあ今その、まあ、言ったらその
よくテレビとかでもあのみんながカメラマンみたいに映像資料とかニュース番組に使われてたりするじゃないですか、はいはい、あの衝撃ニュースとかもそうですけど、はいはい、なんかああいうので、うん、もう今あの記者がいるというよりは、うん、全員がこう記者で誰かを見張ってるみたいな現代だとは思うんですよね、うんはいはい、なんかそこの、うん、だからやっぱりその野じ馬根性というかそれに本当に勝つ方法はないのだろうかってちょっとやっぱり多分誰もが思うと思うんですよね、うんはいはい、誰もが思ったりするけど、うん、でもそこにもやっぱり答えはそもそもなかったりして、うんうん、なるほどね、だからまあその辺のだからテーマも入ってるとかね、あの、うん、そうですね、問題的も入ってるとかですね、うん、なるほど、だからまあそういう、まあ、職業があってのこの物語の展開にもなるわけですかね、はい、あの、はい、その辺もだからないなっていう感じで、うん、ですね、もうまあ、一応ラスト20分がもう明かされる真実でも納得はできるんですけど、うん、もうあの映像表現も割れ凝ってあったんで、うん、そのラスト20分のやられたですね、うん、20分がこうだけだーっていう感じで、うん、あの感想させていただきまして、あの我々だからスッとしたところもあるんですけども、うんうん、あのそれでも我々不思議やなっていう感じですね、うん、だからその、 あの雨降っての時の後半行く時の驚きと、うん、この真実がバンと出た瞬間がもうなんかほんまやられましたよ、うん、全然そういうことは考えてませんでしたね、だから、あ、うん、そう、だからそのままあの混沌としたまま終わるとっていうか、もうその、そうですよ、本当に彼女がこういうわけで猿を殺しましたっていう、うん、いうあれかなと思いながらしたら、そこがまあなんかあんまりメインじゃなくて違うかって、うん、だから結局その、真実が明かされた時にその1時間詰まってた部分が一気にこう頭の中でバババーンと整理されるっていう感じですね、だから、そうですね、うんうん、だから見終わって何回じゃなし、そこ行くまでが難解であって、うん、それがここの映画の楽しみかなっていう感じですね、うんうん、だからその状態がやっぱりこの、出てくる登場人物の一人とこう重なるんかなと思いながらね、うん、こう拝見させてもらいましたね、うんうん、ね、我々やっぱりあのテイストが違うんでどうですか、脚本とか書かれるときはもうなんか全然違った状況で書かれたんですか、そうでもいや、そう、あ、でも、うん、やっぱり、彼女はなぜの方が、猿の方が、はい、どっちかというと、なんか、怒りが強かったんですよね、自分の中で。あの、書くときに、はい。やっぱり、自分含めてですけど、その野じ馬根性みたいな話を、うんうん、あの、さっきしたと思うんですけど、やっぱそういう人たちに対しての怒りは、すごくあったような気がしますね。うん、雨降っての方は、怒りとかそういうものは何にもなかったんで、はい、ね、はい、あのやっぱり商業映画であの仕事で書いてるときはそういう自分のあの感情とかっていうよりもその、はい、なんていうんですか、見てる人の、うん、見てくれるであろう人のなんていうんですかね、こう大切な一本になったりとか、あの、うん、何かちょっと人生の何か救いになったりとかみたいな、小さな救いになったりみたいなことをとか、あの、うん、本当に楽しませようとかそういうこと考えてますけど、うん、もう文十郎という名前でやってますけど、自主映画でやるときはもう、うん、感情がやっぱもろ出ちゃうんですよ、映画に、はいはい、もう怒ってるとやっぱもう怒ってる映画になっちゃうから、猿の方は本当前半とか多分かなり怒りながら書いてたんじゃないかなそうなんですかまあ、あれですよ、これもし今見てはったじゃん、この映画見たらそれが分かるか分かるか、そうですねまあそれだからイコールちょうどコロナ禍やったというもいう状況だから、まあそうですね、両方ですよね、うん、だからちょっと発散するのが映画になっちゃったという、うん、あれですかね、監督中のね、うん、なるほどね、面白いですね、見る順番としてはこっちを先見て雨降ってジエンドの方がいいですか人でもこれがでも不思議なことに、うん、まあ不思議じゃないですけど、はい、あの やっぱり、はい、あのあれなんですよね、猿の方があの面白いっていう人もやっぱりいるんで、うん、だから
どっちから、まあ、でも、見やすいのは雨。ちょっとその考えたりしたりするのは、猿って覚えておいてもらって、どっちから見ても いいと思うんですけど、で、本当は G エンドの方で、ちょっと明るい気分で帰りたいけど、逆にその、この早い時間、遅い時間の上映になると、やっぱ G エンドの方は昼間に見る方が合ってるやろうし、この彼女の話は、なんか夜の方がいいから、逆にこっちの方が後なのかあ、なと思っそう、て。時間帯として時間帯はね、ただ、雨の方もテーマ的には昼間に見るテーマではないですけどね まあまあその部分はね、でも、全然こうイメージ的なんですけど、でも、絶対これは日本を見るというのが見ていただきたいで前す提でね。ね、ね、この、関東はなんかずれて公開でしたけどね、関西はまあ一緒の期間に上映できて、多分つながって見れるんで、まあ、日替わりでこう、自分が変わると思いますけど、皆さんそれで自分に合った見方をしてそうほですしいね。ですね。でもこれ、一本だけで終えるっていうのはちょっと物足りないですね。もったいないし、ぜひとも。そうですね。なかななんかかこう、も長編をう、思い出すと考えてもなんかいいかないう感じでね。もし短編やったら、これ多分これ、オムニバスになんかなってるのか、監督の世界でなってるのかなと思いますけど。まあ、ヌーボの方はまたね、特集上映のプそうラでスすしてね。やるみたいですから、この辺で、一気に全部見ていただいたら、そうですね。ベストかなと。本当に一本はまると、割と、次も見たくなるっていうのが結構僕らの作品の特徴ではあるので、それで、東京でも、初めて見たけどって結局、5、6本を一気に見てくれた人とかがいっぱいいるので、きっやっと、ぱり監督の作品はちょっと驚きが含まれてるっていうテイストでいいんですかね。いや、でもなんかやっぱ、なんかの中毒性がちょっとどっかにあるんだと思うんですけどね。私がね、以前、オフレコでは喋らせてもらったんですけど、親指探しとか、ザ・トープレ、シークレットも、割合、特殊なね、一筋縄ではいかん映画だったんで、そういう、あれはね、脚本だけですけどね、監督が携わる作品はちょっとテイストが、そういう感じなのかなっていう感じです。思います。でもまあ、この日本刀も、これもそうですけど、我々見終わった後で、ああやかんやと話が広がる映画そうだですとね。思いますんで、皆さん、ぜひともこの映画と一緒に語っていただきたいと思います。はい、また最後になりますけれども、彼女はなぜの方の、メッセージをいただいたらありがたいです。まあ、ちょっと難解かもしれませんが、最後の、20分ぐらい、特に、この、猿を逃がしちゃった女の子の話にガッとフォーカスした時の、が僕の、なんかすべてのこの作品のメッセージというか、そこに詰まっているので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。監督の怒りを受け止めていただいたら。最後はイカって書いてましたよね。お見事だと、把握できた皆さん、ファンだと思いますので、よろしくお願いします。はい、忙しい中、今日はお話しさせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。